始まりました神々のトライフォース2。今回も頑張ってやっていきます今回も頑張ってやっていきましょう。というわけで前回からこのドクロの森というダンジョンを攻略しておりますが、今回でもうクライマックスなんじゃないでしょうか。というわけで前に進んでいきましょう。途中からバスがありますね。この移動する台座のこと僕バスって呼んでますから。この宝箱、下にある宝箱どうやって取るのか。コウモリさん、やばいやばい、もう間近にいる。すごい入れましたね。ここ台座、移動する台座、移動する台座の中に入ることができました。で、小さな鍵をゲット、小さな鍵をゲット、よしよしよし。さあ、ここからどうやって出るんでしょうかと思いましたが、壁画する必要もなかったか。で、こうやって元に戻っていきますから、ここら辺からスルリと出ておきましょうと。で、小さな鍵を使う。もうそろそろボス部屋が近いというか、もうボス部屋間近ですね。間近にボス部屋が控えているが、大きなボス部屋の鍵は手に入れてないぞ。どこにあるのか。ここがボス部屋ですね。で、この奥、奥に何かありそう。奥に何かありそう。あるのか。なんだてめえらか、なんだてめえらか、てめえらかよ、ビビらせやがどんと。焼いてやんぜ。もうサクッと倒しておきますから。体力がなかなか少なくなってますが、この人たちからハートドロップしないだろうか骨からハートはドロップしないんだろうか。というわけで扉が開きました。階段上上がっていけるのか。ハートをゲット、よかったよかった。あ、全回復。これなんだろう、これこれなんだろう、これ。まあとりあえず上に上がっていきましょうか。 B1階で、ん、おーにょにょにょ、なるほどなるほど。で、これなんだろう、これ台座か、これ台座か。は、なんか持ち上げれたりできないんだろうか。壁画、おぉ、やっぱりお前か。もう、なんかさ、そこの目の前にさ、もう、早く拾ってくださいよと言わんばかり、なんか目玉が落ちてるんだけど、これ攻撃できないのか。あら、できないのかな、これ。何か使ってさ、道具かなんかでさ、なんかできないの。弓をセットしてみよう。ブス、できない、何もできないと。ここね、あそこの目玉のところまでは、こうやって壁画でこうやってたどり着くことはできるんですが、この目玉をどうするの、目玉をどうするの。うわー、危ない。あ、え、目玉微動だにしない、目玉は微動だにしません。あ、モテるモテた。で、投げると、で、壁画でこっちに戻って目玉を持つ。で、ここにぶち投げる。投げました。さあ、どうなる。うわー、おー、なるほど。で、大きな大きな鍵の鍵の宝箱がこれ何だったっけ。大きな、大きな扉の鍵ですよね。大きな扉の鍵が入っているこの宝箱、この宝箱まであと一歩って感じですね。目玉がどっかにあるんでしょうか。もう一つこっち側に渡りまして、エビちゃん落としてしまいました。さてと、バスに乗りまして、ぐるぐる回ってますから、ここをどうにか一周して、いや、ここは壁画で移動した方が早いんじゃないか。行き、いや、待て、なるほどなるほどなるほど。しかし、あ、え、ここにも大きい宝箱があるんだけど、どういうことなの。にゃっ、ここはなんか上に穴ぽこがあるっていう感じですね。で、ここは壁画でどうにかできるでしょう。ミイラさんもいますが、よいしょ、忍耐強い。さて、あ、目玉ありました、ありました。さあ、こいつをどうする。おめえはよ、よいしょ。さあ、こいつどうします。おっと、やっぱり屋外に出れそうですね。出てきました。トゥッタッタラダッタ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 ッ。あ、宝箱があります。プルプルプーン、50ルピーを手に入れた。あ、お金じゃ今は解決しないぜ。どこだここ。あ、穴ぽこがある、穴ぽこがある。ここら辺にもありそう。あ、やっぱあった。うわ、めっちゃある穴ぽこ。あ、墓を掘り返したみたい。ほんと、どっちに入ろうか。ここ隠されてた穴ぽこからまず入りましょうか。あにゃあにゃ、ここはどこなり、ここはどこなり。数えてみた感じ5つぐらいは穴ありますね。で、こっちのも怪しいんですが、ここの鼻の中にまた隠れてましたから、この穴ぽこ、ここも入ってみようかな。うわっと、あ、いや、え、結構ここ押し押し、あれ、あらららら、これまさかいけちゃうのではないか。とっ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 と、
こっちか。宝箱ありました。開けまーす。マスターストーンを手に入れた親方に頼んでマスターソードを鍛えてもらおう。何それ、マスターソード鍛えれんの？え、マスターソードって鍛えれるんですか？え、これ以上研磨するんですか、この完璧な剣を。すごいな。こっからね、どうにか壁画、あれあれ解決しちゃった、これマジで。え、こっちからスルッと抜けて目玉のところつく。どうしよう、これどうしよう、あっさり。ほんとこれをね、どかしてこっちに持っていってパッと投げる、落とさないように。で、壁画になりまして、目玉を運ぶと、よっち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 、あ、ビリ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 、また、あーく、あー、もうおめえらよ、ハートゲット、危ない、あらら、あらら、ありあり、危ないよ。というわけで、バスに乗ってこっちまで渡り着くことができました、ヘビちゃん。で、ここを渡って片方の目玉、あーっと、片方の目玉をスコンと入れる。さあ、これで大きな扉の鍵を手に入れることができる。よしよしよし、大きな扉の鍵を手に入れた。というわけで、早速ボス部屋に行きましょうか。ハートがちょっと少ないですが、まあ道中で回復できるようなところがあればいいんですがね、と。あ、あったわ、ここだった。おお、万事休す。いや、ちょっと違うか。さて、というわけで、もうすぐそばに大きな扉がありますので、ボス戦やっていきましょう。もう何回目だろうか、 3,4 体目ぐらいですかね。うわっ、何こいつ、うわっ、うわっ、うわっ、まあ、完全にあの弱点がさっきなんか見開いてたあの目ん玉、あそこの目ん玉を攻撃すればいい。ほんと大乱闘スマッシュブラザーズの世界なんだけど、ほんと。ガーッ、これどうしようどうしようどうしよう、避けれないんだけど、これ、え、え、え、これどうやって攻撃したらいい？わあ、え、あ、これ防御もできたな、そういえば。ちょっと防御してみよう。縦で防御いけるか。ああ、防御通らない。どうしようこれ、どうしようどうしよう、どう、あ、どうしようどうしよう、え、え、あ、あ、あ、え、壁画の中、なるほど、壁画の中、はあ、なるほど、わかりました、攻略法。あの人がぶん殴ってくるんで、一からちょっと説明します。この人がぶん殴ってくるんで、この時に壁画になりましょう。で、壁画になって頭じゃなくて目を回すんで、その隙にどん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 攻撃していきましょう。なるほどな、と。さあ来いよ、さあ来いよ、来い来い来い、いけ、ドカーン。さあ、この時にスッスッスと3回4回切りつけられますので、切りつけておきましょう。さあ、これで手のひら、目の周りがちょっと色が変わりましたね。さあ、どうなることやら。あ、関節が変わってます。おーい、おいおいおい、危ない、ドン。壁画のままで移動するんでもちょっと自利品ですね。わーっと、これ落ちたらまずいパターンでしょうね。これやばくない？来た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 、よし、ドン。で、目を回しますので、1,2,3,4と5、あ、あ、5、あ、さあ大丈夫か、移動するところも限られてきました。あ、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 ドン。大丈夫か大丈夫か、アニムさん大丈夫、よーし、あー、ちょっと危ない、ここだ、よし。さあ、避けてきました。だいぶ攻撃してくるんですが、さあ、この時に壁画になってドカン。さあ、目を回しますので、1,2,3,4,5と 6?6 はいけませんでした。5回切りつけれます。さてさてさて、分析ももうそろそろ終わるぞ。でで、よしよしよし、華麗に避けていってます。さあ、もう一丁、ドン、んどん、もう一丁、もう一声、さあ来ますよ、ドン。というわけで、壁画になりまし、1,2,3,4,5。さあ、何色、あ、紫からちょっと、あ、あ、て、点灯してる点灯してる、だいぶ弱ってきてますね。さあ、もうちょっとですよ。おっと、やばいやばい、ピコンピコンしだしたぞ。大丈夫か、リンクさん、危ない、危ない。え、これぶっちゃけこうしてたらもう勝てるんじゃね、ドン。さあ、というわけで切りつけていきましょう。もうこれで最後なんじゃないか、もしかして。大丈夫、
まだか。危ない。よいしょ。OK。どすこい。もう一丁。よいしょ。あーっとだだだだ。危ない危ない。ああ危ない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 。来た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 。よーし、最後最後最後。OK、大丈夫？切りつけまーす。まだかまだかまだか。大丈夫？よし。あー、これもう一回でもダメージを受けてしまうと大丈夫じゃなくなりますからね。緊張感あるわ。あー危ない。これいちいち出る必要もあるのかと思いますが、ここだ。さあもうこれで最後になってくれ。いけー、とどめだ。なかなかドキドキしましたが、ギリギリ倒すことができました。今夜なんでね、あんまり大きな声は出せないんですが、もうヒーヒー言ってるんで、またお隣さんのあそこの息子さんがヒーヒー言ってますよ、ほんともう夜遅くってなるかもしれないので、ちょっと静かめでやっていきたいなと思っておるんですね。さあというわけで、ハートの器を取りつつも、ハートの器を手に入れた、ハートの器を取りつつも周りをちょっと警戒しておきましょうか。こっち側からなんか抜けれで、抜け出れますね。と、あっ、これプリティガール、プリティガール、これセレスさんですよね。これラミエルさん。第4使徒ぐらいのラミエルさんから砕けてからのセレスさん。セナ、少し見ない間にすっかりたくましくなってありがとうセナ。ですがハイラルを元の平和な世界に戻すには、七賢者みんなの力が必要です。他の賢者も助け出してください。お願いします。さあというわけで、言葉は短く済みまして、元の世界に戻っていきましょう。これで二人目ですかね、インパさんとセレスさん。お、これヒルダさんじゃないか。ヒルダ、かつてはこのローラル王国も美しい国でした。そう、あなたの国のように。勇者セナよ、早く私たちを助けて。